エヴァガ・ボールは、オーストリア・ハンガリー帝国生まれの女優、ソーシャライト。代表作は、農園天国。彼女の姉妹である、マグダガ・ボールとザザ・ガ・ボール同様、ソーシャライトとしてもよく知られているが、結婚と離婚を繰り返したことでも知られている。1939から1942、エリック・ドリマー1943から1950。 チャールズ・アイザックス1956から1957、ジョン・ウィリアムズ1959から1972、リチャード・ブラウン1973から1983、フランク・ガール・ジェームソン休暇先のメキシコでバランスを崩してバスタブへ落ちる事故に遭い、1995年7月4日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて呼吸器官の不調と肺炎のため死去、 遺体は、ウェストウッドのウェストウッド、メモリアルパークに埋葬された。なお、2005年5月26日に死去した、農園天国の共演者だったエディアルバートの墓は、彼女の墓の近くにある。1997年4月1日、彼女の母ジョリー・ガボールも娘の死を知らずに100歳で、亡くなり、姉である、マグダ・ガボールも1997年6月6日、 人不全の試し去。ありがとうございます。